工藤電機は創立以来、加速器化学分野の仕事を担当させていただいております。特に高精度電源では、筑波東海の KEK、兵庫県播磨の理研スプリング8に多大な納入実績があります。研究者の方々のお役に立っております。工藤電機は研究開発型企業で、加速器用電源を得意分野とし、東北放射光 ILC で要求される超高精度電源の開発供給に貢献できます。宮城県の地場の企業は震災で被災を受けました。現在復旧は進みましたが、産業復興までは至っておりません。東北放射光 ILC が誘致されると、単なる建設に伴う発注では終わりません。例えばスプリング8で見られるように、計画の成果として新産業振興が期待でき、地場産業の構造転換が図られ、産業復興につながります。また世界各国のトップクラスの企業の進出と研究者の来訪があり、地場産業の市場の国際化が期待できると思います。